ボエージャーズ国立公園、ボエージャーズ国立公園、ボエージャーズ国立公園、ビワヤアジア,アーズナショナルパークは、ミネソタ州北部、インターナショナルホールズの町の近くにある米国の国立公園である。1975年に設立。年間約23万5千人の観光客が訪れる。2006年は23万1875人。 総面積は882キロ平方メートル218,054エーカーである。公園は見事な水資源で有名で、カヌー、火薬、その他のボート乗り、漁師や釣り人に人気がある。壁戸釜半島はその全域が公園内にあり、公園の陸地の大部分がこの半島で構成されている。公園の外周にはいくつかのボートランプとビジターセンターがある。 公園の使用笛は、カキは、ボーオーと、陶は、スノーモービルや、クロスカントリースキー、カンジキで行くことができる。よく見られる、野生動物は、アメリカグマ、オジロジカ、ハクトウワシ、ハシグロウオハムである。公園内でのスノーモービルの使用は、イエローストーン国立公園と同様、賛否両論があり、反対論者は、公園の自然の美を損ない。 野生動物に悪影響を与えると主張している。公園の東には、バウンダリーウォーターズカヌーエリアウィルダネスが広がる。公園創設は1891年4月、大統領にミネソタ州に国立公園を創設してほしいと要請するミネソタ州議会決議において提案された。そのほぼ80年後、連邦議会はこれを承認し、 リチャード・ニクソン大統領が1971年1月8日、法案に署名した。公園は17世紀から18世紀にかけ、毛皮などの交易品を運んでこの地域を行き交した人々を指す呼び名、ボエージャーズにちなんで命名されている。2006年9月30日、公園内の敷地のうち461.3キロ平方メートル11万4000エーカーが 自然保護地域に指定された。5つの大きな湖が公園内あるいは公園の境界にある。すなわち、壁戸釜湖、生観湖、レーニー湖、サンドポイント湖、クレイン湖である。これらのうち生観湖、レーニー湖、サンドポイント湖は、米国とカナダの国境をまたいでいる。生観湖とサンドポイント湖は冬を除きボートでしか行くことはできない。 多くの小さな湖が公園内に点在し、とりわけ壁ガマ半島には多い。最も人気のあるものは、ロケーターコアゼミチにある。公園内の主要な湖は、ウォールアイ、カワカマス、コクチバス、クラッピーの生息地である。公園内に点在する小さな湖には、すべての湖に、すべての種類の魚がいるわけではないが、オオクチバス、レイクトラウト、ブルーギル、 その他の小さなブルーギル属の魚、イエローパーチも見られる。例えば、ベイクトラウトは主にケトル滝の北のクルーザー湖に見られる。壁ガ釜半島の中心にあるシューパック湖とルートコレークはマスキーパイクのシューパック種の生息地である。シューパック種はミネソタ州南部とウィスコンシン州で広く見られる。ミシシッピ種、リーチコ種と明らかに異なっている。シロマスも 産卵のために浅瀬に移動する秋に、スポーツフィッシングの獲物として人気がある。釣りには、もってこいの場所である。公園内で、最も興味深く、ユニークな場所の一つは、生観湖とレイニー湖の間にある、ケトル滝である。ケトル滝には、ケトル滝ホテルがある。ホテルは、1910年、木材王、エドローズによって建設され、囲碁京までホテルとして運営されている。 地域の歴史への多大な貢献により、1976年、ホテルは歴史遺産登録制度に登録された。ケトル滝には、夏はボートで飲み行ける。ここは、南の48州の中で、米国がカナダを南に見ることができる数少ない場所の一つである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。